いただけたかな。あ、できてる。おはようございます。ちょっとゲリラ配信になっちゃったんですけど、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。うわ、なんかもうなんか気にせず寝てたらもう3時とかで終わったわって思ってたんだけど、15時間寝てたもしかしてみたいな、そんなレベルなんだけど。寝すぎだよな。うん、ちょっと今日はあの公演が昼夜であるので、ちょっと夜公演始まるまでに配信しておこうかなと思って。そうそうそう、なので今配信してます。昨日配信私どこで途切れた？なんか気づいたらさ、もうさ赤丸が消えててさ、レックの印が、私何も喋ってねえと思って。最後どこで途切れた？なんかめっちゃかっこいいことを言って切れてる可能性がある。最後どこまで聞こえた？普通に時間見えてなくてさ、私ね、その喋ったのはそうユニットでファイナリストライブ目指しますみたいな、そういうのがあるかわかんないけど、そう、あ、なんかリリノとレイナさんをファイナリストライブに連れていくって言って切れた。そう、それそれそれ言ってさ、あの切れちゃってたっぽくて、うん、なんかすごいなんか。それ全くつって切れた、かっこいい。かっこよくか切れちゃった。違うんだよ、本当はもっとちゃんとじゃあ寝ますみたいな言おうとしたらもう全然ね24時だったわ。そう、そう、昨日その後レイナさんに配信終わった後電話してさ、全然アポ取ってなくてさ、アポも取ってないけどレイナさんに電話して、そう、やっぱなんかこう人に話すとどうしても涙が溢れてしまいまして、そう、レイナさんダメでした、歌唱力つって、えっマジ、えっ信じらんないみたいな。ちょっと全然似てなかった。えっ信じらんないみたいな、そう言ってくれてね、ごめんちょっと見れてなくてさっつって、いやすいません明日公演で忙しいのに、いや全然っつって、それでちょっとユニットよろしくお願いしますっつって、えっつって、もう絶対頑張ろうねみたいな、そうそうそう、ユニットのルールは知ってる？いやまだ何も決まってない、決まってないっていうか何もない、まだ何もないと思うユニットに関しては。うん。いわゆるあれでしょ、ルールっていうのは個人戦でいうところの20人からファイナリスト8人で、それぞれのブロックごとに2人ずつってことでしょ。
あ、そう、昨日ね竹中さんのねスペース見てたんだけど、ツイッターのあれやっぱメンバーは行かない方がいいね。なんか名前が出ちゃうからどうしても居心地悪いだろうなと思って、うん、うん、そう今度から行かんとこって思いました。なんかそう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 、ユニットも結局ユニットは3月2日に決勝大会があるんだけど、予選を開催することになって、でまああのそう昨日のスペースでは半分ぐらいの組で決勝に進出するっていう、で予選の放送が2月10日で、決勝個人戦の決勝の組分けとかそのあたりを、まあ、同時にやるっていう感じで、まあなんか今回初めての試みでユニット戦があって、私も出るか悩んだけど、まあ最終的に出てよかったなってなるしね、まあいい機会ではあるかなっていう、うん、そう、収録はこれから、まだ曲決まっただけだね。曲は結構ギリギリにというか、そうまだね参考音源とか来てなくて、だからねちょっと準備不足なんだよな普通に。そう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 、だから曲を決めてくださいって言われて、もうなんか全然スケジュールも合わないから無理やり、なんだっけな、そうお仕事終わりに無理やり集まって2時間ぐらいでいろいろ、その広報局がまあ何曲かあって、そんな多くないのよ個人戦と比べたら。でそれでその広報局を私が一回全部聞いて、普通にね楽曲を聞いて、そっからまあ2人ってか3人の声質歌声に合う曲を選んで広報局としてね、じゃあこれじゃあちょっと4曲選んでみたので一緒にカラオケ行って歌ってみましょうっつって、うん、で全部歌ってもらって1人ずつ私も含めて、だから同じ曲を3回フルで歌ってそうそうそう全部歌って、でうーんそうだなみたいな、いやーこの曲はここがいいですけどここがちょっとネックですねみたいな、そうそうそう、でここはこうしたら綺麗そうですねとかで、最終的にはこれだなっていうのが私の中であって、で同意見だったので歌割りとかハモリとかは一応参考の資料が来るらしいんだけど、楽譜とかがね、基本的にはそれをこっちでアレンジして歌おうかなって思ってます。うん、まあレイナさんも私もハモリできるので、リリノもまあアナクリで初めてって言ってたけどできるタイプだから、そこはあとそのね歌声のねリリノの声がすごく邪魔にならない声というか、なんていうのかな、誰と歌ってもまとまって聞こえる歌声なんですよリリノの声って。でもちゃんとその主張する声ではあるから、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけどそう、うん、そうなんですよ。だからちゃんとソロでも歌えるし、誰かと歌っても、あ、そうそうそう、溶け合うみたいな、そうなんです。だからすごくいいよね。でレイラさんはどっちかというと主役を張ってもらう声なので、なんかそれを生かして真ん中のメロディーをやってもらうとか、私はどっちかというと
なんかこう細かいところとかアクセントになるように音源歌割りは作ろうかなっていうふうに思ってます。そう予選もね、すごいみんな良かったし、普通に3期生も3人3人で組んでますけど、普通に音程がみんないいから歌割りのパートとか選曲とかでそこまでミスらなければちゃんといい歌になるんじゃないかなと思いますけれど、どうでしょうかどうでしょうかね、楽しみですけど、それはそれでメンタル強いよね。楽しみって言える私メンタル強いですけど、いやなんか改めて一晩経って思うんだけど、まあ、今回ちょっと残念ながらね、個人戦の決勝大会は予選通過ならずだったんですけど、去年だったら私は本当に本当に去年もね同じような状況でしたけども、去年だったら私はもっとなんかもっとちゃん多分絶望というか落ち込んでっていう言い方も難しいですけどたんだけど、まあ、今年はそのユニット戦があるっていうメンタルもそうだし、やっぱり去年1年間が良くも悪くもその歌以外のこともたくさん活動できたんだなっていうのが改めて思って、だからその自分の中で歌だけじゃなくてあれもやったしこれもやったし、まあ、それは逆に言うとそれが原因でもしかしたら歌と向き合う時間が少なかったから落ちちゃったのかもしれないけど、でもいろんなこと調整してこれできるようになった、あれできるようになった、あれが見せられるようになったってなって、多分自分今までの 2,3 年前の私は歌唱力しかない、歌唱力決定しか決定戦しか私にはないっていう風に思ってた時とは少し感覚というか自分の中で軸となるものというか自分の中のその自信の一つとして歌唱力決定戦だけじゃなくて他にもこれができるっていう風に今年っていうか去年これまでの1年間で多分そこがすごく変わったんだなと思って、だからなんだろう、すごく悔しいですし、やっぱ歌唱力決定戦は自分の中のねとっても大事なイベントなので、それに今年参加、まあ個人戦は参加できないっていうのはすごく寂しいというか悔しいんですけど、ただなんかそのそれそのそのなんていうの、その自分の気持ちの中で占める割合として今までよりも依存しなくなったというか、うん、昔だったらもっとああもうダメだもうダメだってなってたっていう感じですかね。そうそうそう、だからね強がりとかでもなくて本当にそれはそうだなって思いました。うん、私はもうその昔は歌唱力決定戦でしか自分自身を表現できなかったけど、今は劇場公演だったりだとか、そうなんかそういう場でちゃんとこう見せられる部分もあるとファンの方は認めてくださってるしっていう、まああとは普通にユニット戦もあるしっていうのが、ユニットがなかったらもっと多分ちょっと悲しい度は増してたけど、うん、そうだねっていうのがあるので、まあ今ちょっとなんとかって感じですかね。そう、いやでもね、私がね思うのはね、やっぱちょっとね、こうそう説得力とか自信とか。なんか何度も言いますけど、私って自分のこと嫌いでですね、好きじゃないんですよ。で
漏れなく自分の歌声も全然好きじゃないというか、好きじゃなくて、もう3、4年前ぐらいもうずっとで、でまあ歌唱力決定戦を経て、なんかこうファイナリストとか出て、少しずつそれが克服されて、なんか自分の歌もこういっぱい聴くようにしたんです、逃げないで。そう、でもやっぱり結局そうやって自分に自信がない状態でやっても歌の説得力はないし、まあ今年は特に練習時間も少なかったので、やっぱりその自信のなさっていうのが歌声に現れてたなっていうのは今回の総評で、全然いい歌じゃん、全然いい歌だとは思う、私でも今回のドライフラワーに関しても。でもなんか迷いがあるというか、それはね予選いつもそうなんだけど、なんでなんだろうね、なんか届ける相手のイメージだと思うけど、決勝の方が三村さんはねいい歌を歌うっていうのはやっぱりすごい言われることですけど、まあそれは私個人的にはまあちょっと悔しくてですね、なんかそう、それは多分その場に観客ファンの方とか観客の皆さんがいて、でそれを届けるっていう意識がファって、こう本番決勝大会のステージだとねこう見せられると思うんですけど、まあ予選だとスタジオだし、届ける先もカメラとかだし、なんかでもカメラって近いから、なんか遠くに飛ばすイメージが湧かなかったりとかなんかまあ今年はそれをね、まあなんか、まあ、得意らしくないんですけど、なんかそれが苦手らっぽくて、そう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 、まあ大きい会場の方が私が多分飛ばせる、遠くに飛ばすっていうイメージが湧きやすい、簡単に言ってしまえばね、もっと綺麗事で言おうと思えばあれですけどそうそうそう、映像じゃ伝わらないとかそういうのもあると思いますし、生歌、生のその場にいる、だから舞台とかそう映画で歌うとかじゃなくて、舞台で歌うとかの方が多分響くと思うみたいな、そういう話だと思う、人の心にね、わかんないですけどあと選曲に関してはなんか毎年すごいね、なんか選曲が合ってないって言われるんですけど、うーん、そうかとは思うんだよな。なんかね私の得意な分野がすごくまっすぐ歌うと、それこそミュージカルソングみたいな曲が得意なんですけど、予選の楽曲でなんかそういうまっすぐ自分の歌声が活かせる歌って、どうしてもうまさが伝わらないっていう自信がなくて、そのうまさが伝わるっていう自信がなくて、それは私の実力不足というか、それこそ私の歌に自信がないからこそ逃げてるんだけどだから、まあ、他のメンバーさんと、まあ、同じではないけど、成功法でねこうちゃんとここをこうして表現をつけて、ここは張ってうまさをみたいな、そう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 なんですけど、そうで今回のそのドライフラワーに関してもちゃんとその去年よりも間違いなく上手くなってた部分はやっぱりあるとは自分でも思ってるし、そうなのよ、だからそれは別に、うん、だからまたちょっと来年の予選はね、来年あるか分かんないし、来年出れるか分からないけれど、まああの曲だろうなっていうのが一個ありますね。だからもうちょっと逃げずにどこまでその曲を突き詰めていけるかっていうのを予選に向けて頑張ってみようかなって、早っ、来年の予選の話してる今、早いね、そうそうそう、いやドライフラワー全然良かったと思う、私は普通に、うん、全然
自分の歌として納得いく出来ではあったので、うん、そうだから心配なんです。なんか挑戦しに行ってるというよりかは挑戦しないと届かないと思ったから、そう、それは第1回のトラウマなので、手紙の時にね、手紙歌って別にまあね、なんか全然そのそれこそその時も別に歌は歌えてた方ではあるけど印象に残らなかったみたいなというのが自分の中での課題点だったから、次の年挑戦せざるを得なくてカブトムシだったんだけど、まあカブトムシとのとドライフラワーだったら、あの向き合う時間が全然違った。だってカブトムシの時は仕事なんもなくて毎日練習できたけど、ドライフラワーの練習はもうほぼ個人練習が主で、先生に見てもらえたのなんてほんと数回だからもう全然それはもうしょうがなかった。スケジュール的に決まったのも12月の終わり頃で、そうそうそう、20クリスマスぐらいだったかな。そっから練習ってなるとね、全然だったね。うん、まあなんかそういう積み重ねですかね。結局音楽と向き合う時間の長さだと思うから、うん、まあ現状維持じゃもう突破できないね、歌唱力は。なんか今年はそれこそ私3期生とかね、今回ちょっと先輩がみんな辞めちゃったから3期生とかちょっと見つかんないかなとか思ってたけど、やっぱ全然やっぱ先輩が卒業してった分新人もいるわけであって、 STU の子とかもそうだし、そうそうそうあとはもう普通にみんなレベルがだんだん上がってて、歌への意識がこの大会自体で変わってるから、他の48グループの、そうだから NGT も早くそれに追いついてほしいですけどねちょっとだからボイトレしようよっていう、まあ、でもボイトレもただのボイトレじゃ何も意味ないから、もっとちゃんとこうなんかこうね、一人一人とこう向き合うボイトレをちゃんとしたいですけどねグループとしての底上げをしないとやっぱりそうグループとしての底上げをしないと、まあ、みんなが言ってるように順番とかもね、だって STU が落ちなのはさ STU が上手いからなわけであってだから、そこに追いつけとは言わないけど、なんかせめてもっと後ろにこう大事に取っておく、その特別感をグループに持たせないとダメって話なんですよ。そうだからもっとみんな出てほしいし、もっとみんなちょっと挑戦してほしい。だって あんだけツイッターとか見てて、あ NGT の3期生初めて見るけどこの子可愛いみたいなのいっぱいあったから、だから全然それは先輩後輩限らずやっぱみんな出てほしいとは思いますけど、うん、うん、私は審査順を言い訳にはしたくないので、みんなはそうね言ったりしてるけど、うん、それそのどっちにしろそのグループとしての課題としてそういう理由がある時点でそれだけでうんちゃらかんちゃら言うのはやっぱりあれだなって思ったので、もうそっちに切り替えてですうん、あとは私がやっぱりイケちゃんみたいにイケちゃんみたいにもうあ運命ってなるしかない、もうどっちか
無理だよ、さすがに無理かもしれん。ひらちゃんはうますぎるのよ。なんかな、笑うもん。あのほんと頭10個ぐらい抜けてるって言ってたけど、ほんとその通りで、あのほんと文句なしの1位だから、誰と比べ、まあ比べたくないですけど、歌をね、せっかくなら。いやもうほんとに誰が聴いてもゆあちゃんが一番うまいってなる。うんうん、なんかぬ、うん、そう、隙がないというか。それでも多分彼女の本調子ではなさそうだったけど、パッと聞いた感じは。でもでもそれでも、はあ、うまい。そう、実家で見てたんですけど、みんなちょっと普通にねツイッター見ながらとかさ、普通に聞いててさ、急にその名前聞き逃してて、でなんかタタ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 タっていうなんだっけな、最初の言葉、イだっけ、ジだっけ、わかんない、ちょっと時代の最初の歌い出しわかんないけど、それでみんなバッつってテレビ3人で、妹と父と私でバッつって、誰っつったら、ひらちゃんか、うんまみたいな。で洗濯物を畳んでた母が、誰って来たのうますぎて、さすがに笑うしかなくて。いやもうやっぱあの第一声の説得力というか、今はこんなにか、そっか、いいで、びっくりしたみたいな。やっぱね、あれができる人はね、あれができなきゃダメだなって思う。そう、今回はね、最初はそれはできてなかった、ドライフラワーは。まあそれは歌の構成の話とかもあると思うけど、あれができると強いですよね、やっぱり。あ、弟は寝てました。小学校6年生の11時半は寝ます、さすがに。そうそうそう。まあでも思ったよりも私はそのちゃんと前向きに、ああしたいこうしたいっていう気持ちがあるので、なので安心してください。まあそれでもドライフラワーはよく歌えたから課題はもちろんあるけど、ちゃんと上手になってはいるはず。その感情表現とかさ、そういう点に関して歌として今までの課題は多少克服できてるはずだから、だからそう、あの歌を愛してあげてほしいです、ファンの皆さんにはね。はい、ということで、そう、これからリバイバル公演があるので、ちょっとこの時間に配信させていただきました。急でごめんなさいね。私は普通に新潟帰んなきゃいけないから明日おしゃべり会なんですね。明日さ、おしゃべり会さ、まあきっとみんなさ、あ、ってか撮ってる撮ってる、そもそもあれですけど、あのゴスロリなんすよ、実は。なんか変な配信、変なね、変な格好してごめんなさいね、本当に。そう、よろしくお願いします。ということで壇上を読みます。13位ディアさん、12位星太郎さん、11位ゆきりん55さん、10位犬くんさん、9位かいかいさん、8位なべさん、7位けいさん、6位天使の分け前さん、5位マスルさん、4位くじちさん、3位ベロさん、2位突破球さん、1位昔からおじんさん、ありがとうございますすっごい喉が今ガラガラになっちゃった、乾燥ですね。ということで公演楽しんでください。それでは皆さん、ちょっとどうしようかな、まあ今日も一日かな、もうお休みかもしれない。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他ものもお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。